はい、今ねどこにいるかっていうとね、アルゼンチン、ブエノスアイレスにいます。ブエノスアイレス、今タクシーに乗りました。バスターミナルがね、歩いて2キロぐらいなんで、まあ、歩けないこともないんだけど、なんかスラムも周辺に広がってることなんで、あえてまあタクシー使うことにしました。でもタクシーも結構、ぼったくりのタクシーも結構あるみたいなんで、ね、皆さん気をつけていただきたいんだけど、まあ、一応メーター使ってますね、今上がってますけど、結構上がり幅が早いけど、いいか、まあ、こんな感じです。今ね、運転手のおじさん60近いで、今まあ乗ってますけどね、こんな感じでやってます。まあ多分100いかないぐらいだな、多分ね。まあいい感じです。まあ世界各国、今86カ国訪れて、そのうちタクシー利用が50何カ国、60いかいかないぐらいかな、利用してきたんだけどね。まあ一切自分は何の問題もなかったけど、だけど、まあ、まあたまになんか切れるんだよ、例えば遠回りされたりとかね、そういう時ははっきり言ってやりましたよ。まあそのくらいです。あ、でもまあね、まあとにかくこんな感じで今やってますけど、まあ基本的には大丈夫なんだけどね、たまに持ってくるようなタクシーもありますので、皆さん気をつけていただきたいと思います。まあこれがタクシーね、あれです、アメリカの車か。でそこにメーターありますからね、右上か真ん中にメーターがあるんでね、そこのとこ覚えておいてください。車体としてはこの黒と、黄色ということで、こういう感じになってます。